青森山田高校出身、政治経済学部政治学科内田大輔です。ポジションは右サイドバックです。得意なプレーはクロスです。僕は1試合でも多く試合に絡めるように成長していきたいと思います。青森山田高校出身、小学部小学科2打差連です。ポジションはゴールキーパーです。得意なプレーはクロスへの対応です。早くチームに合流して結果を出します。小学部小学科神林豪です。出身はセレッソ大阪アンダージュアーチです。ポジションはゴールキーパーです。自分の得意なプレーは背後への飛び出しであったり、まあ、クロスの対応であったり、スペースを守るっていうプレーが得意です。明治大学大会サッカー部の、欠かせない選手になれるよう一日精進していきたいと思います。よろしくお願いします。ヴィッセル神戸 U18 出身、法学部法律学科1年の藤本相馬です。ポジションはサイドバックをしています。自分の得意なプレーは右足のロングフィードです。一日一日を無駄にせず日々努力し成長していきたいと思います。政治経済学部経済学科大学グランパス U 出身、鷲見誠也です。ポジションはセンターバックです。自分の得意なプレーは対人と空中戦の強さです。今年の抱負はレギュラーを取りチームの勝利に貢献することです。松本山雅 FC アンダー18出身、政治経済学部政治学科海流です。ポジションはサイドバックとボランチをやってます。自分の特徴はキックだと思っているので、クロスであったり対角へのボールっていうのは見てほしいです。サッカー選手としてはもちろん人間としても大きく成長できるように頑張ります。法学部法律学科明大中野高校出身、吉村直人です。ポジションはフォワードです。得意なプレーは左足からのシュートです。今年1年きつい練習に耐えれるような体を作るように頑張ります。FC 東京 U18 出身、法学部法律学科常盤京太です。ポジションはボランチです。自分の得意なプレーは中盤での球際やセカンドボールの回収など守備から攻撃につなげることです。関東リーグで点を取ります。ジュビロ磐田 U18 出身、文学部文学科馬場純也です。ポジションはフォワードです。得意なプレーは背後の抜け出しです。この4年間で心身ともに成長していきたいです。鹿島アントラーズ出身、経営学部浮内達也です。ポジションはボランチとセンターバックです。得意なプレーはサイドチェンジや背後へのキックです。日々成長できるように頑張ります。政治経済学部経済学科の中村壮太です。出身チームは前橋育英高校出身です。ポジションはフォワードです。得意なプレーや見てほしいプレーはスピードや背後の動き出しです。日々の練習を 100% であり、日々チャレンジしていきたいと思います。情報コミュニケーション学部情報コミュニケーション学科1年吉倉奈です。出身校は富山第一高校です。ポジションはフォワードです。見てほしいところは相手のギャップをつくプレーです。自分の抱負は少しでもより多くのものを吸収し、人間性サッカーともに成長できるよう4年間頑張りたいと思います。政治経済学部政治学科浜松開誠館高校出身の鎌田練習生です。ポジションはミッドフィルダーです。
得意なプレーはドリブルです。今年1年怪我なくシーズンを乗り越えられるよう頑張ります。小学部小学科永田光大です。出身チームはサガン鳥栖アンダー18です。ポジションはセンターバックで、得意なプレーは球際とヘディングのところです。見てほしいところも球際とヘディングのところです。今の自分に、周りを気にする余裕はないので、誰よりも、サッカーに没頭して日々全力で頑張っていこうと思います。よろしくお願いします。サガン鳥栖ユース出身、文学部私学地理学科田中善です。ポジションはフォワードです。自分の得意なプレーはポストプレーです。4年間で爆発的な個の能力を身につけます。